徳田修正、仮想人物、朗読その17、第9章。要蔵の今度の訪問は、滞在期間も前の時に比べてはるかに長かったし、双方親しみも加わったわけだが、その反面に双方が倦怠を感じたのも事実で、しまいには何か居づらいような気持ちもしたほど、周囲の雰囲気に暗い雲が低迷していることも見逃せないのであった。帰りの遅くなったのは、最近になってやっとはっきり自覚するようになった陽子の持老が急激に悪化して、ヒリヒリ神経を刺してくる疼痛とともに、40度以上もの熱に襲われたからで、彼はそれを見捨てて帰ることもできかね、つい憂鬱な日を一日一日といたずらに送っていた。最初着いた時分にはよく浜へも出てみたし、小舟で川の流れを下ったり、汽車で1、2時間の美しい海岸へ大勢でピクニックに行ったりしたものであった。いろいろの人が持ち込んでくる色紙や絹地にいやいやながら字を書いて暮らす日もあった。その人たちの中には海鮮丼屋時代の番頭さんとか、陽子の家の電池を耕しているような親父さんもあった。だだっ広い茶の間をかけて歩いているのは、陽子の別れた夫によく似ているルミ子の幼い妹や弟たちで、それに陽子の末の妹なども加わって、同様の舞踊が始まることもあった。陽子はさも幸福そうに手拍子を取って歌っていた。子供の手を引いて盛り場の方へ夜店を見に行くこともあれば、二人だけで暗い場末の街を歩いてみることや、通り筋の喫茶店でお茶を飲むこともしばしばであった。陽子の家では、以前街の大通り筋に塩物や金物の店を出していたこともあって、美貌の父は入婿であったが、詳細にも長けた実直な勤勉家で、電池やなんかも増やした方であったが、鉄道がしけて回線の方が上がったりになってからも、病苦を抱えて各地へ商取引をやっていた。ルミ子が生まれてから間もなくその父は死んだが、陽子を特別に愛したことは、その日常を語る彼女の口ぶりでもわかるのであった。学僧にはびこっていた学生同士の同性愛問題で、その頃教育界を騒がしたほどの女学校だけに、そしてそれがまた生徒と教師との恋愛問題をも引き起こしただけに、多分処女ではなかったらしい彼女の派手な結婚の支度や3日にわたった共演に金を惜しまなかった振り込み方を考えても、父の愛がどんなに彼女を思い高ぶらせたか想像できるのであった。陽子の話では、結婚の翌日、彼女は2階の一室で二日酔いの冷めない松川に濃い煎茶を勧めていた。体も魂も彼女はすっかり彼のものになりきった気持ちであった。彼女は畳に片手をついて、急須のお茶を茶碗に継いだ。彼の寝所へ入ったのはすでに1時過ぎであった。その時まで彼は座敷で方々から回ってくる杯を受けていたので、窓が白むまで知らずに乱睡していた。朝のお化粧をして陽子が松川と差し向かいでいるところへ、にわかに段梯子に足音がして、最初この結婚を取り持った陽子のいとこ筋にあたる男が半身を現した。いやー、どうもすっかり世話女房気取りだね。こいつは当てられました。県の議員なんかをやっている祖父家の息子であるいとこはそう言って、顔を赤くしている新夫婦に目を丸くした。陽子もこのいとことのかつての恋愛模様と、新夫婦を母ともども小樽まで送っていった時の三人の三角なりな気持ちの絡み合いは、何か美しい綾の多い陽子の話しぶりによると、それは相当小悪的なローマンスで、モーパッサンの小説にも似たものであった。途中のある旅館における雨のわびしい晩に、
いとこへの陽子のそぶりの生めかしさがいきなり松川の嫉妬を抑えがたいものに煽り立てた。ちょっと話があると言ってにわかに陽子は薄暗い別室に連れ込まれた。俺はお前の夫だぞ。彼はそう言って陽子が震え上がるほど劇場的に愛撫した。ついてからもいとこはしばらくその町に滞在していた。そして毎夜のように酒と女に浸っていたものだった。ある日離れで陽子と陽蔵とが文学の話などにふけっていると、そこへ母親が土間の方から次の間の入り口へ顔を出して、今ルミ子たちのママ母と二人の書生徒がこの古雪の町へ自動車で乗り込んできたというから、多分子供たちを取り戻しに逆襲しに来たに違いないと慌ただしく報告するのであった。そう。陽子はその時少し熱があって思やつれしていたが、子供のこととなると子猫を取られまいとする親猫のように急いで下駄を突っかけて母屋の方へ駆け出していった。陽蔵は何事が起こるかと耳をそば立ててじっとしていたが、例の油紙に火のついたように能弁にしゃべり立てる陽子の声が風に送られて、言葉の連絡もわからないながらに次第に耳に入ってきた。ママ母というのが元陽子が信用していた召使いであっただけに、頭からバカにしてかかっているものらしく、何か松川の御妻としての相手と交渉するというよりも奥さんが女中を叱っていると同じ態度であったが、憎悪とか反感とかいったトゲや毒がみじんもないので喧嘩にもならずに、ママ母は仕方なしにうつむき、書生たちは書生たちで相変わらずやっとるぐらいの気持ちで笑いながら聞き流しているのであった。そうなると恋愛小説の会話もどきのあれほど流暢な都会弁もすっかり田舎なまりむき出しになって、お品の悪い言葉も薄い唇をついて、それからそれへと果てしもなく連続するのであった。ふと物の擦れる音がして、ザクロの枝葉の茂っている地境の板塀の上に隣家の人の顔が一つ見え二つ見えしてきた。そこからは陽蔵の座っている部屋の中も丸見えであった。陽蔵は決まりが悪くなったのでにわかに茶の間へ出て行ってみた。陽子は姉子のような風をして炉端に片膝を立てて座っていたが、お前なんぞ松川さんが愛していると思ったらとんだ間違いだぞ。俺今だって取ろうと思えばいつでも取ってみせる、という言葉が彼の耳についた。するうち嵐がないで書生はそのあたりを飛び回っている男の子の機嫌を取るし、色の浅黒い目の少しぎょろりとしたママ母は早々にお辞儀をして出ていった。陽子は子供のふざけているのに顔を崩しながら書生たちにもお愛想よく振る舞っていた。やがて書生たちもイカの刺身や丸ごと盆に盛ったカニなどを魚にビールを二三杯も飲んで引き上げていった。その晩、陽蔵がうるさく虫の集まってくる電灯の下で東京の新聞に送る短いものを書いていると、その時から陽子は発熱して茶の間の仏壇のある方から出入りのできる店の横にある往来向きの部屋で床についてしまった。触ると顔も手も火のように熱かった。顔も赤くほてって目も充血していた。苦しい？とても。熱が二度もあるのよ。それにお尻のところがヒリヒリ刃物でつくように痛んで息が切れそうよ。やっぱり次郎だ。陽蔵にも次郎を手術した経験があるので、その痛みには十分同情できた。